今日から魔王始まりの旅。はい、今日から魔王始まりの旅やっていきたいと思います。前回からですね、もう最終章に入りまして、ちょっとね、まあ嫌な感じですよね今のところは。今日も結構多分ね、イラッというちょっとイラかもしれないですね。堅苦しい話も抜きで豪華な食事だったはずが、すっかりタジタジで味もよくわかんなかったよ。そうだよね、あんまり王らしくないのが渋谷のいいところなんだけど、少子マロンの家臣たちはそれがわからないんだよ。みんな肩で笑ってこらえてたみたいだし。え、俺ってそんなにひどかったの？もうあの大食堂行けないよ。そうも言ってられないよ。これから交渉もあるんだし、ここからが王様としての本番ってところだしね。普通なら慰めてくれるんじゃないのか？余計にプレッシャーかけられてる気がするんだけど。とにかく明日以降は少子マロンと正式な会談ですからね。気を引き締めてお願いしますよ。お願いってやっぱ俺なの？そういう話するのって。当然です。ここまで来ておいて今更と誰かに引き継ぐわけにもいきませんでしょ？そうなの？ダメなの？ダメです。これから新魔国としての草案をこの私がまとめますから。今後の交渉時に有利な条件を盛り込めるよう、しっかり頭に叩き込んでくださいね。こんな俺だけど、新国の今後がかかってるんだもんな。なんとか頑張るよ。頑張れ、ゆうちゃん。ね。いろいろ考えたって眠れないやん。まさか俺自身が交渉に就くことになるとは。あのサラレギーも親しくてしてくれるけど、交渉となると話は別だよな。俺にそんな退屈止まるんだろうか。そういえば温泉宿の一件以来、コンラードもここにいるんだよな。誰も何も言わないけど。しかも今度はサラレギーのお目付け役か。一体なんでそんなことしてるんだろう。お姉さん、そこの査定でお茶しよう、お茶。なんで村田寝言か、いきなり何かと思った。だいたいそれっていつの時代のナンパの仕方だっつーの。全然眠れない。とりあえず散歩がてらでも部屋の外に出てみよう。見張りの人にはトイレって言えば出してくれるだろう。大丈夫？大丈夫かしら。暗いわよね、ここね。うわ。コンラッドとサラレギ、あんなところで二人きり？もう無理。もらいたい。それは俺にはそんな。いや、あなたなら。何の話をしてるんだろう。なんか今回はさ、言ってしまえばさ、もうルートで言えばユンタールートだから、まあ、別にね、ここがどうなろうといいんだけど。そう言われても、ではサラレギーがあの魔石を見せたら、やっぱりコンラッドが渡したんだ。それに、なんだろう、サラレギーがコンラッドを説得してるような。これ以上近づけないし、聞こえないし。気になるけど、諦めて部屋に戻ろう。辛いよ、ちゃんね。村田は粋なもんだよな。初めて見る少子マロンたちを前にあれだけ大食いして、そこに着くなりぐっすりだもんな。やっぱり村田は大物だよ。思わず帰ってきたけど、あの二人何を話してたんだろう。気になるな。どっちのことも気にならないけど。嘘だよ、気にならないことはないよね。コンラッドのことは気になってるけど、あえてサラレギテラスで何を話してたんだろう。コンラッドに何かを迫っていたようだけど、もしかしてサラレギってコンラッドのことが。そんなわけないよな。サラレギーはどんなつもりなんだろう。一国の王が他国の使者に迫るなんて変だし、なんでこんなこと考えちゃうんだ。今重要なのは違うことだろ。でもどうしたらいいのか。なんか一気に疲れてたかな。いろいろ書いたらなんか眠くなって。もう寝よ寝よ。ダメダメ、もう朝か。サラレギー様ご呼びです。庭園でお待ちになっています。庭園なんだろう。ちょっと朝っぱらから呼ばないでよね。
低血圧なんです突然の虚偽ね。でも低血圧なんで、ちょっとやめてくださいって。皆さんお集まりのようで、私の自慢のニキザキの花はこの庭園の奥の方だよ。何よりユーリ、あなたに見てもらいたいんだ。きっと気に入ってくれると思う。それとこちらのウェラー卿も見たいと言っているんだ。ご一緒させてもらっていいかな。わざわざご一緒させるんだよ。あ、構わないよ。そうか、私も助かるよ。この通り日差しに弱いんでね。彼には日傘を持ってもらってるんだ。では行きましょう。ユーリ、こっちだ。これなかなかにちょっと作画が不安定よね。ね、なかなかに不安定。あ、いきなり手を引っ張るからびっくりした。すまない。でも手を取りたかったんだ。いいだろう。あ、俺はいいけど。細くて白くて、なんて綺麗な手なんだろう。ゆうちゃんなんて可愛いよ。すげえ、いろんな花がある。正直、あんまり花なんて見たことないんだよね。パッと見たところ、この辺りで育つ花の種類は神魔国ともだいぶ違うみたいだね。へえ、そういうもんなの？そりゃ、気候が違ったら育ちも変わるからね。なんかあっちに大きな花があるみたいだよ。もしかしてサラの自慢の花ってあれじゃないかな。どれだろう、行ってみよう。もしかしてこれ？サラの自慢の花ってこれかな。これって人食いそうじゃないの？これはパックリそうって言うんだけど。ちょっとでも触ったらパックリと言っちゃうんでしょ。こんなとこにあって大丈夫？いや、やばいって。俺はこんなのに食われるのだけは嫌だ。何興奮してんだよ。そんなわけないだろ。それに触んなきゃ何もしないよ。そうなの？食われない？食わないって。だいたいこれ花じゃなくて草だし、これを自慢したいんじゃないんだよねそうだね。それはそれで私は好きなんだけどね。自慢の花はもっと奥だよ。素晴らしい。すっげえ、全部花だよ。こんなにたくさん。ほんとすっげえよ。ほんとすごいね。ありがとう。思っていたよりも喜んでくれて私も嬉しいよ。月明城もこうしましょうね。よくお手入れされていますね。ここまでの庭園にするには時間もだいぶかかってるんじゃないかな。わかるかな。この庭園は私の好きなようにさせてもらっているんだ。これは圧倒されるね。まるで野原のように一面に咲いている。どこまでも続く野原っていいよね。そこまでは無理だけど、そんな風景が好きなんだ。ねえサラ、もっと奥に行って見ていいかな。もちろんだユーリ。ここには見ての通りたくさんの種類の花が咲いているんだ。もっとそれぞれの花を近くで見て楽しんでほしい。あれ、こんなところにホオズキがあるよ。これそうだよな。それはサイサリスだよ。確かにホオズキと同じ種類になるんじゃないかな。そのじゃあこの隣のもわかる？それはアジサイの一種、アナベルだね。サイサリスとアナベルを並べられたりセンスを感じるね。俺だって意外と詳しいんだ。じゃあこれとこれなんていうかわかる？それはゼフィランサス。そっちのはランの仲間。足べ、おしべ触ると花粉ついちゃうよ。気をつけるよ。わかった。これはデンドロビウムだね。言いにくいよね。そう仲間だね。さすが村田、こんなに花に詳しかったなんて。それじゃあこっちの花に、ぶつかってるやつは何？その花ガーベラだね。なんでデンドロビームってなんだろうね。ぶつかってるんだろう。こっちの世界の花に詳しいわけじゃないよ。地球の花とは似たものが多いけど。じゃあ今言った花の名前は？
全部地球では名前。え、そうなの？デンドロビーム？すごいよね。何がとは言わないけど。ね。すごいよね。どうなされました？あのお二人が気になりますか？いや、そんなことは。ないわけがありませんよね。陛下はコンラートが戻るのを今でも願ってますものね。ギンタ、それ以上言わないでくれ。いえ、陛下、言わせていただきます。コンラートが何を考えているのか私にも分かりません。ですが、彼がダイシマロンの王に仕え、その役目を果たしている以上、我々にはどうすることもできません。ご心痛はお察しいたします。ですが、ここで個人間の干渉に浸られては困ります。もともと我々はショーシマロンとの国交の申し出を受けてやってきた。そうだよな？その通りでございます。分かったよ、ゲンタ。俺がここでくよくよしてたら新魔国の人たちに迷惑だもんな。陛下、やはりあなたはご聡明な方でいらっしゃる。もっと、その先は言わないでくれ。こんなことで褒められてもかえって辛いからさ。辛いよね、ゆうちゃん。なんか頭が冴えないな。そうだ、風呂にでも入るか。こんな立派なお城なんだから風呂も相当なもんなんだろうな。よし、トップラ浴びよう。大丈夫？変な人いない？グリエちゃんとかだったらいいんだけど。ねえ、やっぱし、どこに来ても風呂は落ち着くな。そうだね。まさか羊風呂に入るとは思わなかったけど、あれはちょっと落ち着かなかった。さすがに羊がいる風呂は落ち着かなかった。そういえば、こっちの世界で渋谷と一緒に入るのは初めてだね。そういえば、そうかな。さーて渋谷、ちょっと背中流してくれないか。なんだ、唐突だな。何？嫌なのか？え？俺の背中。いいよ、先に流すから。その後、僕の背中も頼むからね。あれ、そう来るわけ？そう。どうしたの？ほら、背中向けて。ああ、こう？平和だわ。ゴシゴシ。いや、ちょっと。あれ、どうしたの？なんか当たりどころまずかった？ああ、まずいってか、力加減が弱すぎてくすぐったかったかな。ゴシゴシっと。でそんなにやったら痛いって。ごめんごめん。じゃあそっと、ゴシゴシ。やめて。そんなに腰をくねらせたらこっちも手が滑って変なとこ行っちゃうだろう。そんなこと言ったってくすぐったいんだよ。そうなんだ。渋谷ってくすぐったがりなんだね。そんなわけないって。村田が変なところをこすってくるからだろ。いやいや、意外と面白い一面を発見しちゃったな。渋谷はくすぐったがりだ。だから嫌だったのに。平和じゃない、このやりとり。すごい平和。あ、なんか村田いいよ、落ち着くわ。風呂から戻ったよ。あれ、なんだかただならぬ空気。到着した時の晩餐会以来、一貫してあのような態度を取られたのでは、一向の話もすみません。正直なところ、そろそろ限界です。謝罪の言葉やもてなしはもう十分です。
私はそんなことのために遠路はるばる来たのではありません。そうだね。ではまだ小島論側も条約案を考えあぐねてるのかもしれないね。いや、それは考えにくいです。話を持ちかけてきたのはそもそも小島論なのです。細かな部分において決めかねる箇所もあるでしょう。ですが基本条項のお話を拒むのは変です。何か裏がありそうだね。さすがにだんだんと化けの皮が剥がれてたるところかな。ちょっと待って、一体何の話をしてるんだよ。勝手に即即で決めつけんなって。そうだね。まだ憶測に過ぎないけど、小島の態度はちょっと不自然なんじゃないかな。確かにそうなんだけど、まだわからないじゃん。信じる気持ちも必要だってば。ここに、私が書いた条約案があります。でも彼らは何かと理由をつけて受け取りもしないのです。これは一体どういうことなのでしょう。これをもとに自分たちの案を考えることも可能です。そうか、要するに時間稼ぎってことかな。そう言われてみれば、現在私たちは城の中に外で起こっていることがまるで把握できません。だから待てって、そうやって勝手な話を進められてはまだ何も起きてないじゃんか。あるいは起きて知ってからでは手遅れになってるかもしれません。でもこれは渋谷の言う通り憶測に過ぎない。最終的にはどうするのか渋谷に決めてもらうしかないね。それしかありませんね。俺なの？いや待ってよ、きっと明日になったら条約の話もできるって。渋谷がそういうならこのまま城に留まることになるね。いちいちプレッシャーかかるな。ちょっと考えさせてよ。とにかく今日も遅いし、一晩寝てからでも遅くないんじゃないか。仕方ありませんね。明日まで待ちましょう。今晩はこのままお休みください。ありがとうギュンター。サラレギーの城なんだっけ。今度体がなまってるよな。久々に早朝ジョギングと行こう。やっぱダメなのよサラレギーってね。こんなに朝早くから中庭に出てどうするんだい渋谷。このままこの城で生活を続けたら体がなまっちゃうからね。走り込みでもしようかと。何かと思ってついてきたらそういうことか。渋谷らしいね。別に無理に付き合わなくてもいいんだぜ。村田はマネージャーなんだし。いや、面白そうだし僕も付き合うよ。お城の探検もできるしね。そうか、じゃあ一緒に走ろう。ちょっとちょっと置いてかないでよ。久々だってのにぎり走りすぎたかな。もう少し休もう。え、あれはサラレギーとコナーと何やってるんだろう。今日も花を見てるのか。好きだなあの人たち。結構暇よね。ね、もう気にしない気にしない、気にしないことが大事。きっとコナーだって何か理由があって大島論家の人形をやってるんだって。なんかわからないけど、そう何かが終わればきっと帰ってくる。帰ってこなきゃいけないんだ。というものの正直へこむよな。これで元気でいろってのも無理があるって。でも今は国と国とがこの先どうするかってことを決める瀬戸際なんだよな。頑張んないとな。偉いよゆうちゃんね、本当に。朝とはいえ雲が晴れてくると日差しは強くなるね。コンラート、あなたに頼んでいいかな。日傘を持ってきてほしい。わかりましたサラ。ではサラ、そのままお待ちください。朝の日差しに当たってるサラレディって本当に透き通るような白い肌だな。ボルフも大概美少年だけど、サラレディはなんか別格の綺麗さなんだよな。それに引き換え俺と来たらユニフォーム焼けがいいところ、住む世界が違いすぎ。そういえば今、コンラートって、サラって呼び合ってたよな。小島論の王様と大島論の使者か。でも、あの二人には関係ないのか。ユーリ、あなただね。こちらに来てくれないか。大丈夫です。いや、
俺今ジョギング中なんだ。悪いけどこれも体調管理の一環なんで。そうなんだ、残念だな。ではまた後で。ごめん。じゃあまた後で。せっかく付き合うって言ってるのに置いてくなんてひどいよ渋谷。どうしたの？今ベラ教があっちに走っていたみたいだけど。なんかサラが日傘を頼んだみたい。そうか。さ、続き、ラストスパートだ。彼はなかなか作詞だね。やだよね、その作詞な感じが私本当にダメ。走り込みはこれぐらいにするか。そろそろ朝食の時間かな。昨日みんなが言ったことにも答えを出さないとな。朝食か、あんまり食欲ないけど。俺は今やれることをやるしかないんだ。このままいても時間が過ぎるばかりだ。だから今俺がやることは、決断しちゃっていいのかな。決断しようね。さて、今日こそ話をさせてもらえるんでしょうか、サラレギ陛下。待ってくれ、ギュンタ。俺から話すよ。話があるんだ、サラレギ。なんだろうか、ユーリ。本題に入る前に一つ確認しておきたいことがあったんだ。やっぱりまだ国交に関する同盟の具体的な話ってのはさせてくれないのかな。ああ、それならすまない。臣下たちを総動員して草案をまとめさせているんだけど。でもさ、だとしたらさ、この国もし本当にそうなんだとしたら無能しかいないよね。そうか、ならばしょうがない。言わせてもらうよ、新魔国の代表として。今回の小島論の謝罪の気持ちは十分受け取った。これに関しては礼を言うよ。ただもう一つ、国交正常化の取り交わしに関してはもう待てないんだ。申し訳ないが、サラレギ、あんたの今回の申し出は断らせてもらう。よく言った、ゆうちゃん。いいね。そうなんだ、いいのかい。理由は時間切れだ。それに国交正常化という申し出そのものを断るつもりはないんだ。お互い準備が整ってから中身のある話し合いがしたい。わかった。いや、むしろこちらの準備が整っていないせいで皆さんにはご迷惑をおかけした。前にも話した通り、確かにこちらの準備不足のまま申し入れをしたのは確かなんだ。言い分はもっともだと思うよ。それはわかった。ただ一つ頼みがあるんだ。頼み事？俺にできるようなことなら。今日これからこの城を立って帰ることもできるでしょう。でも今晩は舞踏会の予定だったんだ。俺は以前から準備をして、私も楽しみにしていたんだ。ぜひ出席していただけないだろうか。どうだろう、急ぐ理由があるなら仕方がないが、そうでないならお願いしたいんだ。引き換えにと言ってはぶしつけかもしれないが、帰りの馬車と船は用意しよう。もう帰ろうよ。そうか、それは残念だ。でも困ったな。たまたま今日はいろいろとあって馬が出払い。おかしくない？何？いろいろのいろいろ言ってくんないと思うよね。今すぐに手配はするけれど、長距離を走ってきて本来休ませるべき馬と馬車しか残っていないんだ。お恥ずかしいことに今この国は物騒な状態だ。疲れた馬を走らせていたら命取りってこともあり得る。やはり安全を考えても出発は明日ということに思い直してくれないだろうか。そういうことなら仕方がない、明日にするよ。本当に？ありがとう。じゃあ今夜の舞踏会には。あ、出席するよ。ありがとう、ユーリ、本当に嬉しいよ。いや、もう一日だけこちらでゆっくりさせてもらうだけなんだし。でもこれで次に会えるのは当分先になるんだよね。それがすごく残念だと思ったんだ。いや、またすぐに会えるよ。っていうか、そういう約束をしよう。うん、
それでいいんじゃないかな。そうしよう。約束だよ、ユーリ。あ。でも約束ってね、破るためにあるのよ。ひどい。最低。なんかこっちの世界に来てからこういうの3度目だったかな。豪華客船の上で教わったのが最初だったよな。あれから何ヶ月経ったんだっけ。なあ渋谷、この城で過ごすのも今日で最後になったんだから踊ったらいいんじゃないの。そんな気分じゃないって、生まれたこそ踊ればいいんじゃないの。他はどうしようかな。最後にこっちで踊ったのはいつだっけ。それにしても気晴らしに踊るって手もあるのか。ほんとあまり気が済まないんだけど。え、ギュンターじゃない。ありがとうございます、陛下。この度はこの私めギュンターをご指名いただき。ああ、そういうのいいから、もう曲始まってるんだし踊ろうよ。お、これは失礼しました、陛下。では手をこう腰に回して、手を取って。あ、陛下。あ、何。余悦至極に存じます。それすごく嬉しいってことだよな。陛下。な、何。さすが陛下、こうして舞踊をしておりますと、この私めの体が天にも昇る気持ちでございます。いや、なんかさっきからずっと俺たちだけチークダンスみたいになってんだけど、もうちょっと動きやすくなるよう離れない。あ、陛下。あ、陛下。ダメだこりゃ、聞いてない。あれ、あの真ん中で目立ってるのサラとコンラッドじゃん。そのようですね。あ、もう知らない知らない、うん、さすがに二人は踊り慣れているんだな。って、なんだありゃ、ちょっと息が合いすぎ。今ソラと目が合った。まさか偶然だよな。俺のことなんか踊りながらいちいち見ないよな。いや、もう見せつけでしょこれ。ほぼ同い年の王様同士なのに、サラレギってやっぱ全然俺とは違うんだな。あっちは帝王学も身につけてるし、華やかで社交界でも注目の的。それに比べりゃ俺なんて何の取り柄もない、ただのヘナチョコ魔王だもんな。あ、やだやだ。陛下、何もそのようなこと。え、そんな風にご自分をお責めにならないでください。この度のことは致し方ありませんよ。うん、そうだよな。前向きに行くよ、前向きに。もし何かあれば罪隠さず何もかもおっしゃってください。お気持ちはすべてこの私めが受け止めますから。ありがとう。でもそんなに慰めてくれなくても大丈夫だよ。ユーリ、私と踊ろう。あ、大丈夫です。あれ、コンラッドと踊っていたんじゃないの。そうだよ。だから次はあなたと踊りたいんだ。あなたは明日にこの城を立つ、そしてまた会おうと約束してくれた。これはその儀式だ。どうかな、踊ってもらえないだろうか。わかったよ、踊ろう。でも俺さっきみたいにあんな風には踊れないから。次の踊りは足運びも単純な静かな曲だよ。だから大丈夫。そうなんだ。それに俺男の側しか踊れないよ。もちろん構わない。さあ、私の手を取って。女の子みたいな細い手だな。あ、ごめん、つい。いいよ、わかっている。自分の体の弱さは心得ているよ。ああ、そうじゃなくて、すごく綺麗だよ。俺なんかが言っても余計なお世話かもしれないけど。そんなことないよ、ありがとう。それより聞きたいことがあるんだ、いいかな。何？いいけど。ユーリ、あなたはコンラートとは知り合いなんだろう？ああ。コンラートとはどういう知り合いなの？うわ、畳みかけてきたよ。それは、今はもう関係ないよ。俺とは関係のない。
知らない男だ。そう。じゃあ応援してくれるかな。うわ、私はコンラートと仲良くなりたいんだ。彼は大シマロンの人間だ。だからいろいろと障害がある。それを分かった上で支持してほしいんだ。応援するよ。オカ、ありがとう。嬉しいよ。あなたはやっぱり優しい方だ。そんなに抱きつかなくても。俺なんかにできることがあるなら何でも言ってよ。無理。なんかもうわざとやってるわけでしょこれ。無理。もう離れよ早く。間違ってない、間違ってない、全然間違ってない。とにかく明日も早いし今日も寝るか。最悪。もう本当に。かわいい、ゆうちゃん。あなたのものです。いずれこの世のすべてがあなたのものになる。その日までどうぞ健やかに。そしてこの先何年かがあなたにとって幸いな日でありますよ。このアヒルくれるんですか。ありがとう。神魔国でお会いしましょう。私の我が民の待ち焦がれる総国の魔王陛下。このさ、あのアヒル未だに持ってんだよね、コンラッドってね。そうなんだよね。なんかまたいつもの夢を見たような。でもいつも見るような女の人は出てこなかったし、陛下って呼んでたのはコンラッド。中庭に集合ね。はい。サラレギーって何なんだろう。ねえ、何なんだろうね、本当。見ての通り馬車を用意させたよ。どうかこれを使ってほしい。そして港には昨日のうちに伝令を走らせておいた。港に着く頃には全ての準備ができているはずだ。ありがとう。恩に着るよ。それにお互いの国が落ち着いたらまた会おう。ユーリ、私のできることはここまでだと言いたいところだけど、言ってもいいかな。何？私も同行させてほしいんだ。なんで？俺たちこのままただ帰るんだけど。今回このような正常の中、皆さんには無理を言って来ていただいた。安全なところにたどり着くまで私には責任があると思うんだ。大丈夫なんですけど。それしかできないんだ。そんなに、そこまでしなくてもいいって。大丈夫だよ。そう言われると困るな。こっそり本音を言わせてもらうよ。知っての通り、今の国の政情を考えると臣下たちにしばらくこの城に閉じ込められてしまう。だからどうしても出て行きたいんだ。同行を許してくれないかな。そうなの？言われてみれば俺もいつも無理言ってる感じが。結構似たような境遇かもね。そういうことなら、じゃあお願いするよ。一緒に行こう。ありがとう、ユーリ。今言ったことは二人の秘密だよ。あ、分かった。そっか、ついてくるんだ。お待ちください、陛下。出発前に言っておくことがあります。何、ギュンタ。いくら馬車で送ってくれるとはいえ、ここは小島論の領内です。それに、現在この国は政情が不安定で、現体制への反対勢力とやらがいつ襲ってくるかわかりません。シノクに帰り着くまでは十分お気をつけください。肩気をつけるよ。みんな、それじゃ出発しよう。よし、ということでですね、今回一旦この辺で終わりたいと思います。
結構もう終わり近いんじゃない？これ、シネマ国帰るよね？帰って終わるんだっけ？どうだっけ？はい、ということで、一旦今回これで終わりたいと思います。バイバイ。